イエイエーイ。イエイエイエイ。春ですね。春ですね。もうくしゃみばかりです、私あ、は。今日やばかったらしいね。今日もやばいし、昨日もやばい。一昨日もやばかったです。今日は花粉症じゃない人でもちょっと来るぐらいやばい。警報が出てたって。あららら。もう最私近でもも、毎日だそよ。うなんだ。私もきつかった、今日は。なんか目おかしかったもえ、すーちゃんは花粉症じゃん。うん。ないんだっけ？多分、そこまでじゃないんだよね。うなんかんうんうんうん。ね、部屋の掃除とかしてる時の方がいっぱい出る。ダストね。なんか、うん。ハウスのダストね。そう。でも部なん屋かのさ、掃除して、で、あ、なんか足りないって言って、外に買いに行ったら、外が花粉まみれでも外の方が調子いい。みたいな。なるほどね。なんかハウスダうストと花粉もさ、ちょっと近くてさ、ん。うん。その塵の許容量みたいなのを超えちゃうとみたいなのがあったりするみたいだうから、んうんうん。だからたまるとダストね。で超えて花粉併発みたいなこともあるみたいね。げー。嫌ですやね。ですね。じゃ、ちょっと今日も音うん。声ではい。お届けしちゃいます。すいません、いつも。いえいえ。ということで。はい。では、ヨシカスのと、夢見でものタハルヌキオラキジオラジオ。うオ。えい。ですね。先週ぐらいかな。いつ？ 先月ですかね 先月だっけな。なんか、元カノにキープされてる男の子いたでしょ？おいまし悩た、みいでま聞いした。た。結局まあ、一応告白したけどダメだったので、関係を終わりにして、そんなことより、タヌピオラジオのおかげで無事国立大学に現役合格できました。おめでおめでとうとうございます。そございます！れバッ大事っすチェ。ね。女は関係なかった。関係ない。それ、だって、もう、国立大の女と付き合えばいいから。本当だよな。国立大の女、多分ね、国立大の女と付き合っちゃってたと思うよ。結局ね。結あ、局お祝ね。いいたんじゃない？お祝いと、お祝いと。そうだよ。結局、国立大の女と付き合ってたはずだよ。本当だよ。じゃあ私はお風呂に入るけど気にしないで。何そんなエッチ放送なの今日は。そんなつもりじゃないけど。反響してますね。反響してます？私どうあのか陸の上からお送りしてます。陸の 私はじゃあ、こうから。よいしょ。あったかい。感想が無邪気でしたね。あったかい。いやー。といまあ、うこよとでかったね。ね。そろそろ合格発表とかがね。うん。ね、そうね。我々もお守りを作りましたし。そう、さっきね。なんか今、今日電波の神々の DVD ボックス、ってか DVD のビリフォーっていうのが発売日なんですけど、それの特典映像で、なんかメンバーの苦手なものを克服するっていうのがあって。で、私が運動が苦手だから、なんかすげえ反響して聞こえそうで。いや、これぐらい近づけばいい？どうです？ハンディにしたでしょ。ハンディにしたでしょ。ハンディにしてる。あ、マシになった。本当？近くで喋ればいいのかな？あはは。はあはあ。ちょっとマシ、ちょっとマシ。ちょっとマシ？ハンディで、じゃない方が私いがい？ね、ハンディだと一回私の声が反響しあ、なて、るほどね。ちょっと二重に聞待こえた。って。じゃあ、これで。あ、声だと、すごい助かる。じゃあこれでいきましょう。すいませんね。申し訳ない。いえいえ。でね。でね、その私が運動苦手、ボルダリングっていうのをやろうっていう。ね、登るやつだよね。あれ？登るやつだっけ？あ、ちょっと途切れた。そうさ。登っていくやつだよ。ははは。へいへいへい。へそう、イボイボ登っていくやつなんだけえ。ど、あれがもうめちゃくちゃ痛くて体、筋肉痛で。いや、そうでしょ。超大変なの。でもあれ秋葉にあるらしいんだよね。あ、そうなんだ。そう。でも、だってもう、ほぼ指先
そう、全体重を支えるっていう。そう。で、なんかピンキーとみりんちゃんも来てくれたんだけど、うん、ピンキーがすごい筋がいいらしくて。へぇ、めっちゃ褒められててさ。ピンキーすげえ登れそう。木とかも登れそう。なんでも。そうだよね。ひょいひょいって感じがするなと思った。軽そう。そう、私はなんか、登ってる写真を、うん、メンバーの LINE にマネージャーさんが送ったら、うん、エータスがめちゃくちゃ食いつくぞプリケツだったらしい。いいじゃないですか。いや、プリって登ってるらしくて。やっぱね、運動はダメですね。いや、楽しみですね。それ、あげますね、こう。ホームページ。プリプリのやつをね。スーちゃんって最近運動して、なんかジムの話とかさ。そういえばさ、そんな全然、全然ジム行ってないんだけど。あれ、途切れてる？うん、あれ、もしもし。もしもし。やっぱ途切れちゃうから。もしもし。もしもし。途切れ。バイバイ。どうだい？途切れ？いいね。大丈夫。オッケーオッケー。なんかね、うん、この間膝が痛くなって、うん、初めて接骨院に行ったの。うんうん。そんで、プラク。うん、あの骨をさ、わかる？ゴヒョキってやって、離しちゃうやつ。え？クラプラクティックだよ。わかんない。わかんない。なんかね、そういうのあんのよ。うん。近づくなの？そうでもないの？っていう、ちょっと。バキってやつ？そう、うん。背骨とかをなんか。はいはい、あ、バイ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 ってやつ。そうそう。わかんない。なんか今までの私の説明と何が違うのか分かんないけど。だけど、途切れて聞こえなかった。途切れてるの？ごめんごめん。いえいえ。初めて行ったの。うんうん。そしたら、運動不足なんじゃないですかって言われて。あら。そうですね、みたいな。まさにっつって。でも最近ちょっと立ち仕事を始めて、もう本当に全然運動してなかったので、すごくしんどいです。ダメですね。運動ね、一回やんないとダメだよね。今日あれやったよ、バブルサッカーってやつ。え、どうバブルなの？全部さ、電波の神々なんだけどさ、なんかね、うん、あのバレーだってビーチバレーボールみたいなんじゃん。まあ、うんうん。と、うん、まあビニールの大きい風船。体ぐらいある風船に、うんうん、なんか筒状に穴が開いててそこにスポッて入るのね、うん、でそのままテクテクテクって歩いてバイーンってこうみんなでぶつかるっていう。それどうなると点が入るの？サッカーやの普通に。あ、そのままなるほど、ね、それを着用してサッカーをやるんだけど、うん、もうボールありきの自分もボールみたいになってて、すごい動きにくいから運動になると。そうそう、やってそう。なんかもうバインバイになるからさ、うん、ボールどこじゃないの、もうそのリアルボール、うんうんうん、が全然もう見当たんないし、もうこれえーとかやってるうちにシュートとか、うん、えーとか普通に決めたりとかして、すごいむずいんだけど、よかったよ。楽しそう。なんかそれはさ、絶対さ、うん、普通に生活してたらやんないリア充スポーツみたいなのさ、そうだね、やんないね、やらせてもらうからさ、うん、経験なんかいいね、充実してるね。もしもし、なんかはいはい、へいへいへい、ダメだな、途切れるな、へい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 ほーほーほほうほうほう。でもなんかさ、スポッチャとかはやっぱりそんなさ生きてていかないのよ、うん、スポッチャってなんだっけ。スポッチャってさ、なんかいろんな、そういろんなスポーツがさ、うん、もう一緒くたり体験できるみたいなさ。そう、あ、そういうアミューズメント的な。そうそう、もうまさにリア充の巣窟です。へえ。
もしもし、もしもし、ダメだった、ギルルベ。お風呂だともしかして Wi-Fi が遠いのか。ちょっと Wi-Fi 薄い説ある。うーん、湯冷めちゃうじゃんね。そうね、そうね。ちょっともうちょっと近くに持ってくるのか。いやー、ちょっとお便りでも読もうかな。そうだね。お便りどう、来てる？来てる来てる。ね、どうしようかな。では最後のコーナー、はいはい、スパッと解決、はい、しないかも、タヌキを相談室、イエイ。これなんか難しいな。ちょっと待ってね。難しいのやめよう。説明がうまくいってない感じのメールが来た。ちょっと。ちょっと待ってね。福井さんからのお便りです。はい。ネムさん、サムさん、こんばんたぬぴよ。こんばんたぬぴよ。こんばんたぬぴよ。今日はお二人に質問があります。はい。実は先日、後輩と休みを合わせて食事に行こうと計画をしました。しかし5人中1人がドタキャン、1人が予定の時間を途中抜けしたいということで、食事会を中止にしました。その直後、私が以前手術をした部分の痛みでその日仕事を休み、そして食事会を予定していた日、メンバーの1人から、予定していたラーメン屋さんに行くと連絡がありました。ラーメン屋なんだ。まあじゃあ一人でも行くよっていう連絡だったのかな。あ、ところが夜 LINE が届くと、一緒に行く予定だった3人と新たに一人を加え5人でラーメン屋さんに行っていました。え、その写真を見た時絶望的な気持ちになりました。しかしそんなことを思う自分は器の小さい人間なのかなとも思いました。こんな私は器の小さい男なのでしょうか。もしそうならどうやったら器は大きくなりますか。よろしくお願いいたします。ああ。いや、でもそれはちょっと寂しくなるよね。寂しいし、何なのその人ら。本当だよ。行くのか行かねえのか、行かねえ、行くのかよ、みたいなね。もう、何なのか。何なのか。そういうのがあるからね、一つしたくないわけですよ。いや、でもやっぱこういうのぐらいあるでしょ、みんな。私も、あ、あれ、ああ、っていうのあるもんね。うん。なんかもう、でもそういうのもさ、済ましときたいじゃん、もう中学ぐらいで。まあね、嫌だよね、そういうの大人になってさ、なんかそういうのあーって思うの嫌だからさ、ご飯食べたい。寂しい。最大2人だよ。なるほどね。でも5人でなんかもうやるっていうのがもうめんどくさい。確かに。もう器が小さいとかじゃなくて、うん、私もそういうの嫌だからそういう風にならない、うん、道を選んでいるって感じかな。なるほど。そもそも行かない、そういうのに。なんかちょっと逆なんだけど、うん、いつ割とだらっと、じゃあこの後いつものとこ行こっかみたいな流れる、うん、結構な人数だけど、なんかある時に、うん、じゃあいつもどおり行こっかって言ったら、うん、そのうちのなんか、うん、2人くらい、2、3人くらい、ちょっと、うん、なんていうの、支度が遅くて、うん、待ってたの、みんなで。うん、で、結構時間かかったんだけど、じゃあ、まあみんな揃ったから、じゃあ移動しようかって言ったら、その待たされた人たち、結局、飲みに来なかったの。あれみたいになって、え、なんで待ってたんだろうみたいになっちゃって。着替えてたやつら。そう、そういうのを、こう、ああ、行けばよかったって思った。そうだね。いつも当たり前のようにさ、なんかダラッと行くわけよ。もうなんか特に約束しなくても行ってたの。はあはあはあ、だからなんか、あ、今日もそれだなと思って、もう会うのやつだったわけね。そうと思ったら、うん、なんか行かない、行かない、先に言ってくれみたいになった。ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっと私器小さいかもしれないけど、ちょっとイラッとしました。いやもう100イラでしょ、それも。なんだよと、うん、私だったら先に帰って、うん、一人でご飯食べるね。
しいでしょ。せっかくね、遠方こもいてね、まあ、ちょっとこんな時だから集まれるメンバーで顧問の話したいんですよ。なるほどね。この間、ちょっとイベントやったんですけど、うん、あ、お鎖遊ばせでしたっけ。そう、めちゃくちゃ楽しくて、なんかもうツイートからすごい楽しそうな感じが伝わってきたよ、うん、またやんなきゃなって使命感に駆られたよ。 すごいいい回だった。よかったね。それみんな女の子なんでしょ。うん、全員女の子しかいなくてシャッター閉めて、うん、正直さ、うん、ここだけの話さ、うんうん、例えばもう不良心のこうイベントとかさ、うん、いるじゃん。いるね。なんかリアスでやったりすると、うんうん、それってやっぱどうしてもさ、そうなんだよね、よその人の目をさ気にしない。いやでもね、で不良心ご機嫌ようをリアスでやってた時も我々はあまり気にしてなかったの。あ、そうなんだ。私は結構ちゃんと気遣ってあげてるのだと思ってた。いや、あんま気遣わずに、まあ、知らねえよって感じでずっと喋ってたの、うん、それはそれで実はちょっと寂しかったっていう話をアトベさんともしたんだけど、ほう。で今回はアトベと私ずっとどうしてこういうホモはすぐこういうホモになっちゃってだ尊いみたいなことを言って盛り上がってると、うん、集まった皆さんもすげえうなずいてるのよ。はい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 、はい、みんなそれなってなって、じゃあ置いてけぼりじゃなくてみんなのそれな感がある。そうなのよ、それなんだし、みんなからもそれってこういうのどうですかみたいなこういう意見を言ってくれて、うんうんうん、それだみたいになって盛り上がるみたいな。もう新たなホモですね。そうなんですよ。最高でしたよ。よかったね。やっぱそういうのはちょっと先民イベにしてもいいのかもしれないね。なんかゆめみさんも、うん、なんだろう、好きなことだけを語れる人を集めて、うん、イベントしたらちょっと楽しいと思う。大そんな人いないんだよね。難しいな。寿司、うん、何の話したらいいんだろう。私ネムが一つの専門分野ってイメージないんだよね。そうそう、だからね、いろんなねテレビとかでねややこしいな、扱いが難しい、ね、すごいね。それで、それでもういつも悩んでるよね。私分かりやすいのが一個あればね。そうなんだよ、ね、だからもう最近はもうオタクって言ってるんだよ。オタクのことが好きっていう風にしてて。アバントだよ。え、でもあれだよ、だからスーちゃんとかのさ、私不女子じゃないけどさ、うん、不女子のことすごい知ったんだよ、ね、それは申し訳ない気持ちになるとかもういろいろね、いろんな、私もともとアイドルオタでもないけどさ、うんうんうん、アイドルオタを見てたらもうアイドルオタのこと大体わかるし。なるほどね。っていう方が一番ね面白いんだよね。うんうん、私のね好きなことはね、あんまりね、うん、一緒に話してくれる人がいない。寂しいね。だ、あ、でも例えば佐伯さんとかは、うんうん、杉浦しげるのイベントに呼んでくれたりしたら、うん、もう本当におじいちゃん的な皆さんと、うん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 、杉浦しげるの良さについて語り合ったりとかもしたし、うん、そういうのあるけどね。なるほどね。うん、あとなんかそういうさ、うん、なんかポップじゃないんだよね、好きなそのエッチなジャンルがさ、まあ、なるほど、うん、エッチなジャンル、うん、エッチ、なんかそのホモとかさ、あ、なるほど。いや別にエッチな話ばっかりしていたわけではありませんから。そうなの。多分そうです。多分そうですね。で私が知ってる限り、電波に乗せてさ、うん、言える話じゃないの。だからもう見捨てでたらいとかに、うん、これ好きなんだよね、うん、一緒だよねみたいなことしかないんですよね。なるほどね。でそこでシャッターですよ。なるほど。でもなんかさ、そこに行くまでにさ、あなた不女子、うん、あなた不女子っていうのでもうさ、うん、はいはいはいってこう手を挙げる作業があるわけじゃん、それまでに。そうね、そうね。なんか私の好きなジャンルをさ導き出すさ、うん、過程がないよね。難しいね。うん、難しいんですよ。誰かいます、私の好きなジャンル好きな人。もうでもネムが何のジャンル好きなのかあんまり分かってないもん。でしょ、なんか広いんだよ。
いや、そんなことないよ。ちゃんとそういうのありますよ。なんかこう、目立ってれば、2つぐらいパッて出てくるはずなんだよ。はいはいはい。え、ま、そうやって何、ま、言える趣味、薄い系の趣味、どっち？わかんない。イメージね。見てて、はいはい、私のことを見てる人は、ああ、ホモ好きなんですねってすぐわかるじゃん。なるほど。あと多分、そうね、セガとか。ああ、そう。私、あれだよ、ニンテンド大好きだよ。ああ、まあまあ、そうね。任天堂大好きなんですけど、でもやっぱ言わないようにはしてるんですよ。あの、まあまあ、ゲームの担当がいたりするからさ。さあ、なるほどね。難しいよ。一応住み分けもあるんですよ。大変ですね。あれだね、牧場物語と、うん、でも私あれだね、ハイスクール鬼面組のイメージはあるって言われる。ああ、まあそれはあるね。だからハイスクール鬼面組を語る回やるって言うとやる？やりたーい。やりたい。私ね、あのね、もうずっとテレビ朝日さんに、うん、アメトークの鬼面組芸人やんないんですかって聞いてんのね。やんないですか、いつやるんですか。全然やんない。もうほんとやってほしい。鬼面組芸人と中華一番芸人やらないんですかって聞いてんだけど全然中華一番芸人やってほしい。中華一番芸人、中華一番芸人絶対面白い。だってもうみんなでさ、うん、なんかビッグバンシューマイとか作ってさはっギョーここみたいな蛇の血とかをさ、かゆに垂らしたりとかしたいわけですよ、うん、こっちも。やっぱね、その絵になるしね、いいですね。うん、なるほどね。やりたいなあ。でも私あれ好き、チャイナキャラ。うん、あー、チュンリーとかやってたもんね。チュンリーやってたし、シャンプーとか超好きだし、うん、いいね。なんかね、やっぱね、あのマジックアカデミーとかでもさ、うんうんうん、チャイナキャラ使ってたし、まあ、そういうのはありますね。マジックチャイナだって思い出せない。もう今いないんですよ。そうなんだ。今消えちゃったんですけど、昔いたんですよね。寂しいな。うん。ね。というわけで、器が小さいの話でした。え、だいなに？器が小さい。あ、器小さい。私のなんか言えない、そういうジャンルの性癖の話になりそうになってます。話を振ってしまう。だよ、そんなやつらね、来年は、ね、遊んでないから。もしそうだね。大事なやつならねえよ。器ちっちゃいかな、俺って思えてるって、ね、大丈夫。そうだよ。自分の器の大きさを今一つ知った。伸ばせる。ガムシロップサイズかもしれない。そうね。おちょこになれる。ん？そこからおちょこにレベルアップ。行きましょう。器でいいんですよ。いいと思います。ね、器大きいっていう話は難しいよね。器ね。なんか器つおって言ってるとさ、ちょっとまたこれ、うん、CM になっちゃうんだけどさ、うんうん、私実在セミリオンはさ、もしもし。あれ、もしもし、もしもし、もしもし、あのね、実在性ミリオンアーサーっていう、うんまあ、ドラマというかコントというかに出てたんですけど、うん、そこの、あのね、そこでいつも器っていう、うん、ローマ字で器って書く。あったから、ね、あんま見れなかった。確か見れなくて、なんかあった、そういう。うつわい曲があるんで、うんうん、ぜひ聴いてください。あのブリテンミュージックっていうアルバムも出ますので、うん、よろしくお願いします。皆さん友達も出てるんで。そうだよね。そうなんだよね。いや言っていいんだっけ。うん、あ、いや深くは言わないで。深くは言わないけど、やばい友達みたいじゃない。そうだよね。普通の友達だよ。普通の友達が、めっちゃ美人さんのロット。そうなんです。ですよ、ね。友達だしね、ぜひ見てください。ロット、ぜひ。ぜひぜひ。相当ね、話題になって。いいじゃないですか。しますと。でも、小さくないと思うよ。それ、普通にやっつくの、うん。そうだよ。でもね、私はもうドタキャンされてもいいし、うん、ドタキャンしてもいい。期待値低めに過ごしていれば、ドタキャンの一つや二つは痛くも痒くもない。
そう、なんかね、でも期待値ってなる寂しいじゃん。うん、だからなんかその相手も忙絶対忙しい子たちが今、うんうんうん、やっぱ周りが仲いいから、うん、行けたら遊ぼうぐらい。そうね、そのぐらいがいいかもね。で絶対仕事入るっしょみたいな前提でやることにしてる。うんうん、だからもさやれるやれるって言ってもさいきなり宿泊になってできませんとかあるじゃん。うんうんうんそれはちょっと許してもらってる環境なわけじゃん。まあまあまあ。それもありがたいかったり申し訳なかったりするんだけど、うん、全体的にそれぐらいの感じで、うんうん、それも一つの信頼と思います。いいこと言いますね。だからスーちゃんがもう例えばバタバタしてたってもわかるわけじゃん、うん、いいっていうようなもう出てるんじゃないですか。いいと思います。つば解決、はい、解決解決解決。じゃあ次のお便りに行きますね。はいよ。ジェット犬からのお便り。あらジェット犬。でもキュンスーさん、こんばんたてよ。こんばんたてよ。昨日から東京は一気に春が来ましたね。しかし僕は締め切りに追われていて、外に出て花をめでる時間も風がそよぐ時間もありません。しかしどうしてもどうしても感じたい春、タヌピオのお二人に全身で春を表現してもらえないでしょうか。それを見たらきっと思い切り仕事に集中することができると思います。よろしくお願いします。声しかない音声だよ。ほけきょほけきょ春のブロブロの上り下りの何これ時差が難しいでもね春ね苦手なんだよねキュンちゃん。私いいよ、あったかくて春好きなの。うん、そうこの間ねだから、うん、そのイベントやってる時に後でミュンさんをお呼びしてその日もあったかかったんですよすごく。はいはい、そしたらもう熱く語ってるうちに熱くなってきちゃったって言ってカーディガン脱ぎ出して春だなって思いました。いやそれ春じゃなくてただ発熱しそうな気がする。いや春ですよ春。あそうですか、わかりました、すいませんでした。春はもう熱くなってきちゃった夏じゃないですか。カーディガンを羽織ってることが大事だから。わかる。あーなるほどね。初夏ぐらいまで羽織ってるかどうかあるわけだ。そうそうそれよ。夏はね、もうちょっとそんな感じじゃなかったりするから。ちょっともうそんな情緒がないもんね、夏は。そうなんだよ。もうほぼ裸だもん。なんかね。寺一の服着て。なんかさ、私、通販で買うんだけど、なんていうの、なんていうの、セットアップの服で売ってて。はいはいはい。ちょっと下が分かってて。上下がね。いいのかな。上が、うん、お腹も出てるキャミみたいな、うん、お腹も出てるキャミソールみたいな、あらすごい近くて、で下も結構なショーパンみたいな感じで、あらら、これどこで着るの、海で着るのみたいな服が、うん、シティなら着れるの、そう行くので、私も割とシティ住んでるけどさ、でもお腹は出せない。シティ住んでてもお腹は出せない。出せないよ絶対。でも最近なんかすごいみんなお腹出すよね。ねえ、衣装でもやだよお腹出てるの結構出るでしょ。衣装でお腹出たら嫌だな。言うんだ、そんな出てなかった。お腹出すないなみたいな。ピンキーとかいつも出てる感じする。ピンキーとか。ピンキーメインは出るんですよ。ああいうちょっとエースセンターみたいなの出すのよ。あとあの辺の人たちなんか体が薄いじゃん。そうそうそう。だからなんかね。最初はもう、ね、ただの上手端だから、ね。そう。どんな謙虚さなの。上手端はねもう腹出しなどねしてはならぬ。いや上手端で腹出していこうよ。やだよ。見ている人は見ているよ。俺はこのために上手端を今までずっとキープしてきたんだって人が見つめるよ。
いや、上手端好きな人はお腹狙ってないよ。尻だよ。マジそっか。お尻の尊さは私も大事だなって思いますから。そうね、譲れないかもしれないな。大事かも。しょうがないかも。じゃあ、へいへい。春は感じてもらえましたかね。多分スーちゃんの入浴でね。そうね。春ちゃっぽん。せせらぎ。はい。はいはいはい。はいはいはい。はいはいはい、すげえせせらぎだ。じゃあ次。はい。結構読んでる。たまには読まないと。もしもし。もしもしもし。はいはい。へいへい。聞こえてます。それでは続きまして、モノトーンさんからの。スーさん、ネムキュー、こんばんは。こんばんは。こんばんは。お二人は好きなものを先に食べる派ですか？それとも後に食べる派ですか？僕は後に残しておく派なのですが、日曜日の某アニメに登場するカツオが、もし好きなものを後に残しておいて、食べる前に火事になったりしたらどうするのさ？食べられないじゃないかと言っていたのを聞き、確かにとなりました。うん、それ以来、好物を置くという信念が揺らぎつつあります。それくらいカツオの言葉には重みがありました。お二人はこの、好物論争についてどう思われますか？最近なぜか恋愛のお便りが多いので、クソみたいなお便りを送らせていただきました。ありがとう。いいお便りだ。ありがとう。クソみたいなとこって言っちゃってかわいいね。かわいいね。私は結構取っときますね。私はですね、最近その、前、後みたいなことに、ちょっと小石を投げたいと思う。おどどん。なんかさ、うん、前でも後でも。ほう、その心は良き時が良きところで。あのね、良きところでって選択したわけです、最近。なるほど。例えば例えば、うん、じゃあまあ、八宝菜、あんかけ、あんく丼があるとしよう。うん。うずら卵をね。あー、食べた。あ、でもうずらは最後だな。だー、かなりこう、8割、9割ってからかな。もうね、うずらっての良きところなんだよ。なるほどね。例えばもうサンドイッチのめっちゃ生ハムベローンって入ってる高いサンドイッチがあるとするじゃない、うんうんうん、一応まあまあにかじりつつ、うん、間ぐらい、うんうん、ピークタイムピークタイムで生ハム多めにガジリといくわけ。なるほどね。でも余韻のパンはするとして、うんうん、間のね、レッドちょもちょも食べて、うん、ちょいちょい塩気、ちょい残りの生ハム、残しかじりみたいな。うんうんうん。それが、なわけじゃないですか。なるほどね。なんでね、最近ね、もしろもう、うん、だったらお腹いっぱいになってるかもしれないし、うんうん、最近食べたらもう、あとはもう、つらみしかないから。私も、口を小さく食べるタイプなんだけど、ジョバンニ一回行ってから、うんうん、そのサイカを一回行ってから、ご飯に最後の、うん、って感じする。なるほど。なんか最初やっぱペハって食べたくなるけど、でも、ぴょろって食べる。ぴょろで、なんかさ、もう、最初は、ね、やっぱちゃうとね、うん、全部いっちゃったらね、そうなんですよ。できない。なんかもう大人になって、うん、なんかそういうのができるようになったな。今まではもう片手にさ、お互いのような感じで、例えば火事になっても食べれんじゃん、そんな感じ。まあ私も火事になったし、瞬間にとりあえずそれバーって口に入れてから逃げる。瞬間に口に入れる。うわーってなって。
そうそうそう。まあでもね、わかんないけど、こう突然、隣のおじさんが酔っ払って揺らしてテーブルの揺れでガシャーンってなっちゃったみたいな。なんかよくさ、成瀬恵美さんっていう人が、はいはい、さ、成瀬恵美さんがね、うん、もうしょっちゅうおにぎりのね、具を落としてるんですよ。なんでだろうね。あ、ね、不運なの。かわいそう。人に時をあげすぎて ね、自分のね、おにぎりの具がかなって呪いに。自分のおにぎりの具を落としてまでみんなにときめきを分けてるね。そうだ、ね、尊いあの人、本当にない。ナイスナイチンだよ。なんでそれを見てると、それを見てるとやっぱりちょっと残しとかない方が、うんうんうん、いい感じの時に行っちゃう方がいいんじゃないかと思って。最後っていうところにこだわりすぎずに、そうそうそう、あって時だ、うん、いっぱいになりすぎず。私もでもそういえばおにぎりの大事にしながら食べた結果、具を落としたことあるわ。そうなんです。それだわ。粉があるんです。でもね、自分でも感じてるの。何を？ちょっとね、みっちいんじゃないかって思ってるの。なんか。残してることについて。その心の迷いが具を落とすんだよ。真剣に残してれば、そうね、落とさなかったものを絶対に思えば、ちょっと迷っちゃダメだね。そうね、迷いはね、何もなんか、なんていうのかな、そう、いい迷いと悪い迷いが、うん、はぁへいへい、へいへいへい、ほう、へいへい、わかります、ほう、へいへい、ほう。じゃあ、まあ、ピークタイムに、うん、食べてみてはいかがですか。好きなものはピークタイムに、ズバッと解決。たまにはね、あー、最後でもいいんですけどね。臨機応変にいきましょう。はい、いやー、なぜこんなに、難しいお便り来てるな。お、答えられる気がしないな。どんな？ガチなやつ？匿名首謀さんからのお便りです。はい。突然ですが、ネットストーカーはどこからだと思いますか？難しいよね。ただ、そのネットストーカーなの？もしかして僕はネットストーカーのじゃないかって迷ってないんじゃない？なるほど。でも、なんていうか、ネットじゃないところへ、もしもし？へいへい。うん、はいはい。ネットから、はい、ネットじゃないところをほじくろうとして動いたら、ネットストーカーだと思うけど。そうね。ネットじゃないっていうものに、ね、だね、開示されてる情報だからって、うん、今日追いかけてる、ね、なんかネットで、うん、時間と場所とかをこう表にして、うん、でこういう風に動いてるんじゃないか、だから今あの辺りでみたいになってきたらちょっとあれかもしれないけど、でもその画像か位置のさ、うん、なんかそういうのあったよね。この日あたりは4時だからとか、うん、そうで教科書はこの学校の、なんかそういうのあったもんね。だからまあまあ、ネットにあるものを拾ってるだけなら、ストーカーじゃないですけど、それか、なんだ、一日中その子のツイッターに貼り付いてるみたいなこと？インターネットのアクティブを、ネット上でその、なんかしないのったら平気じゃない？そうね。だってもう、もう見られる前提でさ、そういうの発信してる人もやってるわけだ。うん、だそうだね。まあ、でも私さ、あれあんま好きじゃない。これもう言ったら傷つく人いたら申し訳ないけど、うん、その人のタイミングでさ、うん、20
さ。あ、私ね、バイトで来るやつ。だから、ネムが20個喋ったとして、その人のタイミングで20個帰ってくるの。その、終わりに、その日の朝から、そう。まで言った20とかを、さっき、ブワーってくる。うるせえってなる。でもね、あの、1日3回くらいにしてもらえませんかって言ったことは、その人に。言ったの？うん。いつもありがとう。もしできたら1日3回くらいにしてもらえませんかって言ったら、全くできず。わかんない。でも、うん、わかってもらいたかった。ちょっと多いよっていうことをわかってもらいたかった。多いっていうかさ、多分わかんないんじゃない？その多分使い方っていうかさ、使い方が間違ってるとまでは言わないけど。インターネットの普通の感覚を分かってないっていう。うん。その人のタイムラインにネムしたら、一日朝学校行って、終わって、部活やって、帰ってきて、やっとタイムライン見たときにその20個があるだけ。それに返したいな。一個一個に返さないです。一個ね。まとめて。そうでしたね。美味しそうなご飯も食べて、僕はこうでした、うん、ではまたみたいな感じにならないのかな。そうなってるとエシティック拾わなくてもっていうのは、でもあれはとも使い方だな。それを教えてくれる人なんていないしね。難しいよね。ぜひ、ね、それがちょっとだけちょっと難しいよっていうのを教えたい。どうなんだろうね。もう分かんないかもな、うん、やっぱでもあれなのかな、認知されたい的なやつなのかな。いやもう何もピュアなんだ、もうただ何も考えずに、うん、ピュアすごいね。あれなんだけど、一個一個に一つ一つ変身するっていうのが大事だと思ってくれてる、うん、なるほどね。なんかそう最近思ったんだけど、こう、うん、認知されたいっていう人ってたくさんアピールするじゃない、うん、するね。それがあんまり良くないんじゃないかっていうことを認知いいんじゃないかってずっと思ってたんだよね、機会に、うん、その認知はされるけど、すげえアピールのうるさいやつっていう認知をされるだけだから、 あんまり良くないと思うんだよ。そう、分かる。そうなん、普通にしては結構普通に分かるから大丈夫だよって思うんだけど、なんかさ、ファンレターとかにプリクラとかを貼ってくれ、うんうんうん、貼ってくれると私すごい助かるの。あのこの子でこのアイコンで、うん、よくだっていう位置があるから、それはすごい熾烈だと思うんだけど、とかちゃんと名乗ってくれるとか、ね、メモはめちゃくちゃ覚えてる。なんか俺でしょうかみたいなのもパンチしたい。そんな人あんまいないけどね。なんかその普通に覚えてくれてますから全然いいんだけど、うんうんうん、もう腹立つクイズのやつとか。俺クイズね、俺クイズ。俺クイズはもう知らん。クイズだな。じゃなくて普通にたまに、あ、僕なんとかって言いますって言って、あ、そうなんだって言って、あ、覚えようって思ったら覚えたり、でも、簡単と覚えんだけど、すごいね、私はちょっと記憶力曖昧なんでダメですね。だから俺クイズ系の、俺クイズ系の人に話しかけてもらった時に、大体わかります、顔は。顔はね、覚えてるんだよ、みんな。顔すごいわかるんだよ、覚えられない。で、名前はとか思い出せる、なんか絶なストーリーとかだけ思い出して、あの時チャイナブルーを2杯飲んだ人みたいな。でも名前はみたいになって、すごく難しい。首からアイコン下げてほしいね、やっぱね。いや、ありがたいですね。そう、ありがたいですね。そうなんだよな。だから握手会とか来てもらって、もちろん全員に会うって言うんだけど、やっぱアイコンとかあると、ああ、この間のあのリップのありがとうございますみたいな、もう一回と言うから、うん、そうなんだよな。ありがたいね、言ってもらえたらね。ね、難しいんだけど、贅沢な話なんだ。そうなんだよね、その無を取らせるからさ。
難しいわね。いや、もう全部ベストなんだけど。いい感じで覚えられるか、うん、もういいよってなるで、いい感じで覚えたら欲しいよね、私が、うん。そうだったらそう思うな。ああ。まあ、ネットストーカーじゃ、そんな、あまりにもじゃなかったら。うん、ね。そこからネット以外の読み取ろうと頑張らなければ、うん、私生活とかを無理やりね、見ようと思わなければいいんじゃないですか？なる。適正解析しちゃう。やばい。うん。と思います。うん、はい。解決？解決なのかわかんないけど。まあ、なんか、そんな心配ないんじゃないかと思っちゃったけどね。そういうふうに言われたのかな、うんうん、言われたら気になるよね。そうだね。さ、宇宙の感覚と一般のさ、なんしない人からしたらさ、うん、さ、10個ぐらい書いて、あ、追配じゃんみたいな。うん、それどうすごいね。大体思う人が、うん、もう私の、いっぱいなっていうのがさ、昔の私のツイッター見てみなさいよって思ったよ。私でも昔、うん、あの、ツイッター始めてまだ多分3000人とかの頃にフォロワーが、うん、なんかこう、これくらいが見やすいいツイッターみたいなのをどっかで見た、うん、そしたらツイートは1日10回程度書いてあって10回少ないと思う。なんとか10に収めないとって思ってどうしようとするとより全然できないっていうことがあったな。逆に10回ぐらいになっちゃう。言いたい時はもう30、40、いや、あるよ。してた頃は最近しないな、うん、なかなかお返事も起きないからタイミングにもよるけど、ね、ね、でもなんかそれでちょうど良かった感じするけどね、昔はね。もう今ちょっとさ、うん、違うのかもしれないけど、だんだん変わってくるからね、うん、でもやっぱ面白いことがあったら言っておきたいみたいな気持ちがある。そうだよ。でも見たくなかったらリムればいいの、文句言わないで。まあね、大体それのその話になるよね。そうそう、結局フォローしないでくれた。見なきゃいいのにの。本当よね。なんでよな、ね、うん。何の話やったか。ネトストですよ。ネトスト。ネトスト、ネトスト。お便り、お便り。いけばに、いけばに。いけばに？いや、気になさらず。なんだよ。なんだよ、いけばに。あ、ストヒクの話。お、そういえば。そうなんです。ストヒクシュー。私がレイコというユニットで歌っている曲があるんですけれども。はい、DJ ネムキュンだった頃、のサークリッツでかけてくださった。あの曲。はい。いまだにいろんなことで私がかけてくれているみたいで。かけます、かけます。ありがたや。でね、この間、うん、このいい曲何？ってかけたら言われたけど、もうこの CD 買えないとしてくれてる人がいて、で、iTunes さんに言ってんだけどなーことをちらっと言ったら、みんなが結構柳さんに、うん、なんないんですか iTunes とかに配信できないんですかって言ってくれたみたいで、ついに配信決定いたしました。お、やったー。やったー。ちょっと言ってるのに、どのバージョン、全バージョン、できれば全バージョンがいいな。そうだ ね、オリジナルからリミックスまで全、うん、12かな、うんうん、確か。私もしまた、うん、中止してますけど、DJ ネームキュンやることあったら、うん、必ず書きますから。今日、まあ、電波の武道館でも書けてもらいました、ね。部屋掃除しててさ、うん、部屋掃除してて、うん、その、秋葉原 DJ 集みたいな、うんうん、
のファイルに私のけど5番目かなんかに、うんうん、その時にその出てたアンセムリストみたいなピカファイルでしたから、ありがたいよ、やっぱ言うたであれでもなんかいい曲で自分で言うんだもんだよ、柳先生こんなのも作れるのと思って天才でした。俺こういうの初めて作ったんだけどさ、よくわかんないんだけど、なんだこの人と。すごい柳銀河、柳銀河おかしいよ、劇柳銀河、え何柳銀河、あ、途切れた、あ、します、あ、柳銀河さん元気ですか、多分元気、なかなかあれ結構夏場に、うん、話すときにレコーディングだったんでちょいちょい会えたんだけど、そうなの、まあでもお忙しそうだけどきっと合間を縫ってちょいちょい鈴鹿やってくれると思います。お、知らない方、出てる CD を持ってなかった方もチェックしてみてください。いい曲なんでぜひぜひどうぞよろしくお願いします。お願いします。ライブに出るときはもう記念は 100% やってるので、いいですね、うん、スーちゃんのライブに、あー時にライブしに行くね、行くに、逆に大変だから来て、はい、はい、あ、そう、週末が福岡ライブがあるので福岡から皆さんがいたらよかったら来てください。そうだよ、でもツアーだからどっか行く、今週、そうなんだけどさ、あれ、うん、本人で行くさ、何てこと、ん、あのモグラの、あ、でもし、もしもし、モグラのやつさ、うん、普通に栗原優ちゃんってこのあ出るんだよ、週末に、なんか途切れる、私もぜひぜひ行ってください、よろしくお願いします。初めてだからさ嬉しいよ、福岡いい、ね、ルル福岡はもう本当に楽しい、福岡大好き、ちょっと福岡の見たい、福岡の教えて、え、何何福岡の、いいとこ、こことこことここを押さえておけばみたいな、福岡はムタマンうムツゴロウの形の馬垣みたいなのが美味しい、何、うん、何、ムツゴロウ、ムツゴロウまんじゅう、そう、へえ、すげえ、ムツゴロウ、うん、あのね、女は可愛い、男はかっこいいよ。え、女の子ね、美人ばっかだし、男の子もかっこいい。あ、なんかそういう名前があるのかと思っちゃった。私ね、福岡の男の人の骨格がね、一番かっこいいと思う、日本で。へぇー、骨がいい、骨が、わかった、骨見、私骨格萌えだからさ、骨ががっしりして、へぇー、武将ね、なんか強そうだ、強そう、かっこいい、あとやっぱラーメンが美味しい、そこら辺も僕に聞いた、行ってみよう、ラーメン博士が何人かいる、美味しいですね、うん、ラーメン、やっぱ東京にいるとその向こうのお店がこっちでするじゃない、うん、お店とか行きますって人に言うと、お店なんて全然こっちじゃ美味しい方に入んないよとか言われて、あるね、そういうのもね、食べてるのみたいな。もう私的にそれでもう120点なんだけど、ここで1000、私の世界のバランスが乱れてしまうみたいな、確かに食べない方がいいかも。
しくなっちゃう。でもなんか福岡は楽しいです。ひよえ行きたい。おすすめ、うん、まだ説明してくださってない。あのね、アンダー開けとかがね、掘り出しも、マジ行こうかな。結構大事な、ね、大事な話だわ。私なんか燃えたあの DVD ボックス買ったな。結構いいね。ちょっと安い気がします。そうなんだ、やっぱね、うん、なんかさ、ちょっとレとかさ、うん、絶対足元見てるんですよ。なんかね、なんか、まんだらけだったら、うんうん、中に入るんじゃないのっていうのが、普通に映ったりとか、います。もうなんかさ、多分財布があるのに、うん、いつも一つだけ入れて、うん、8000円とかで追放売ってるの見ると、ってなる。でもやっぱどうしても欲しいからって誰かが買うんだけど、うん、また行くとまたすぐ新しいの置いてあるんだよね。くぅー。でも欲しいよね、その8000円。変な買ったもん。どうしてもそういうのあるあるだよ。一時ありました、ありましたね。ということで。なんか今日は何の話したか、うん、今日は結構ガシガシお便りが読めました読めばね、たまにはね、読まないとね、いつもみんなのあんまり読めずに話がそれ、申し訳ない。それはそれで楽しく、まあね、なんか今日も結局こういうの嫌だとか言ってブーブー散々文句した感じになっちゃいますけど本当にすいません。ちょっといい感じのこと最後に言っとこうか、なんかこうフローラルみたいな、うん、フローラル、いい話、いい話いい話ないかな、ないやなかりんこ、うん、あ、ちょっと関係ないんですけど、はいはい、セガで思い出した、うん、あ、なんかね、セガの由来を教えてくれたメールが来て、スーさんの好きなセガの名前の由来は、セガを作った人のセガ、小さいことからセガみたいな感じにセガになったそうです。マジ？本当？マジで？すごいな。本当？すごい。じゃあ私セガ作った人好きだわ。ね、あ、そうだね。セガ。大きくてもセガになれる気もするけど。うん。ね、高くてもね。うん。その私がちょっと最近関わっておりますカリガリカレーさんの、はい、ホリエモンカレーっていうのがあるんですよ。ありますね。ホリエさんと共同開発というか、はい、これ出たら食べたいなと思ってた贅沢なやつです、ね、これがですね、なんとアーケードゲームっていうなんていうの UFO キャッチャーのレジオになったの。そう、すごいなったんですよ。でなんかセガとかに置いてあるとか置いてあるらしいので、あら、まあまあ、よかったら皆様ぜひゲットしてみてください。食べた、味違うんですか？いや、味とかは全く同じで、多分ね、ちょっと少ないとかだと思う。ああ、なるほどね。そう。多分重くてあれだから、なんか、多分キャッチしやすいようにとか、いろいろな大人の事情に合わせて、ほんのりあれしてあるとは思うんですが。だってあれ結構お高いじゃない？そうなんだよ。1200円するのよ。でしょ？それがまあ、うん、ちょっと少ないと言っても1000円ぐらいのさ、うんうんうん、感じでね、ものが取れちゃう。うまくいけばね、100円とかで取れちゃうもんね。食べたい。私もそう、1回食べたかったからさ、ここで取ればいいんじゃねと思いました。ね、100円で取れたらもうさ、900円の儲けて。結局、1800円ぐらいかけて取るような気がするよ。そんな気がする。そんな気がするよね。で皆さんぜひぜひ取ってください、うん。よろしくお願いします。あ、ついでに夢見県のカレーも、うん、物販なんで売ってますので。いい、今日はカレーだなっていう日は買えるのよ。え、マジ？うん、いいね。あげるんですよ。やったー、飾ろう。あげるあげる、飾ります。ぜひ。てなもんで、そうそう、終わりますか。そうですね。ということで来週はできるといいな。映像でなかなかちょっと届けなくて、ごめんなさい。失礼します。でもなんかこれはこれでいいという声もちょこ
構いただいてて安心してます。ありがとう。電話をこう盗み聞きしてるって言ってる人がいて、うん、確かに。お風呂入ってるからね。そうだね。遠距離恋愛さ、でもさ、お風呂みたいな。今日、それでね、ちゃちゃっと、ちゃっと、カポッ。どんなよ。ぜひ映像スカイプでね、見たかったと思うんですけど。そうですね。なぜ今日は映像じゃないのかっていうことを、いただきましたね。ありがとう。はい、ありがとうございます。大したもんじゃありませんから。そうよ。嫁入り前の娘が。反響でお風呂のサイズが分かる。マジで怖い。ネットストーカーだな。ネットストーカーだ。怖い。ネットストーカーやばい。ネットストーカーやだ。気に入れば眠気も。振り物の眠気カレー買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、今日はチャップだったので、これはこれでよ。チャップ。セガの最終面接で落ちました。いつまで行ったんだね。仕方ない。じゃあですね、次回は25日放送予定と25枚ですね。放送予定でちょっとね、音声でできるか、もしかしたらお休みかみたいな、ちょっと流動的な感じになっていて、はい、ごめんなさい、すいません。なんで、できるだけまだ遅かったけど、たまにね、テキストもいいしね。そうね、テキストも楽しみなんで、テキストも大変なんだけど。でも面白いよね。あれ、なんか、あれ、時間経ってから読み直してもなんか面白い。トゥーパージはいいよね。ボドゲで持ってくんだけど。うん、ずるいよね。あの感じは何なの。我々がこんなに、6ページとか喋って7ページ目をボドゲに持っていかれてしまう。いいね。バカ。では、ではでは、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。夢見れましでした。バイバーイ。バイバーイ。はいと。聞こえている。おどくんどうですか。え失礼しました。